はい、皆さんこんばんは、ワドツです。今日は、2019年2月の13日水曜日、19時27分です。よろしくお願いします。こんばんは。はい、こんばんは。どうもどうも。どうも。今帰ってきたわ。打ち合わせ終わって。はい、こんばんは、みんな。どうも。もうみんなはこれから寝る感じかな。仕事終わってアフターファイブかな。まあ、飯食いながらまったりやりましょう。2時間ぐらい作業できたらいいかな。ミクシーに和道さんのコミュニティ、あ、いいよ、全然作って。管理やってくれんの？管理人やってくれんの？管理人やってくれるんならいいよ。ちゃんと運営するんなら。俺やんないよ。ご飯中だ。てか、ミクシーって今やってる人いるの？ミクシーって流行ったのいつよ？動いてんのかな？ミクシーなんかやってる人いないでしょ？いるのかな？わかんない。やってないでしょ？誰も。超懐かしいね、ミクシーとか。誰かやってんのかな？流行ったよね。ただの出会い系サイトだったもんね、後半。最初から出会い系サイトなんだろうけど。まだあるんだね。愛子さんのタイトル面白いな。接骨院まで祝電してくんな。タイトル面白いな。愛子さんキャラ尖ってるよな。はい、ワドツ。Facebook あればいいかな。Facebook やってんの、のりこ。のんちゃんやってんの、Facebook。それにびっくりなんだけど。やってないでしょ。和道抜きで和道深いやっていいよ、全然。LINE？ LINE、ちょ待ってね。はい、こんばんは。LINE、
LINE 見ました。え、あれでしょ、バットボタンなくすっていう話でしょ、あの YouTube の人が。記事ちゃんとは読んでないけど、なんかもう俺ツイッターしてるはずだけど、ツイートしてるよ俺。あの社長が公表したでしょ、やつでしょ。あ、俺自分でツイートしてるよ、別記事を。うん、あ、ありがとう来てくれて。もしよかったらフォローして。ん？コメントビュアーのサイト復旧した。あ、本当に？ありがとう教えてくれて。いつもありがとうね、教えてくれて。あー、カオスお疲れ。カオス、この音楽めっちゃいいよ、カオス。これさ、ちょっと使わせてもらってもいい？まあ、しつこいかもしんないけど。あ、いや、全然いいよ、全然いいよ。この曲最高。これが一番いい。これ。これ。これも使っていい？放送とかで。うちの配信で回してもいい？これ最高。カオスの曲。聞こえてるかな？まあいいや、飯食います。いただきます。いい、ありがとう、サンキュー。あれでしょ？あの、あれ以外は使っていいんでしょ？いや、問い合わせすごいよ。これ誰の音楽って。これ超かっこいい。こんばんは。これかっこいいよね。一般受けなんか知らん。一般受けなんか気にしないから。もともとこの放送が一般受けしてないから。超かっこいいよねこれ。弁当だ。かっこいいね。みんなこの曲何、この曲何って聞くもん。いや、かっこいいよね。カオスセンスありすぎ。オッケー。インドのバウルがわかんねえな。要はあのサムネのやつはダメなやつだよってやつでしょ。それ以外は全然使えるよってやつでしょ。 Twitter の DM で教えてくれたやつ。了解、ありがとう。これが一番気に入った。全部聞いて超かっこいい。で、使わせてもらう。焼肉弁当、カルビ弁当だよ。てかカオスと一緒に映画作りてえもん俺。カオスと一緒に、な、創作して。へぇー。隠れた才能だよ。音楽まで作るとは。写真もやる、絵も描く、デザインもやる、音楽もやる。カメラ全然いいよ。聞いて聞いて。俺が分かることであればいいよ。
ここは鍋だよ。なかっこいい。俺がいつも言ってることなんだけど、いや俺 DJ 嫌いなんだよね。あいつらの存在が嫌いなの。なんか人の曲いじくり回してアーティストぶってんじゃねえよみたいな。俺 DJ 大っ嫌いなんだよ。あのね、かっこいいやつは何やってもかっこいい。でかっこ悪いやつは何やってもかっこ悪い。要はな、誰が作ってんのかだと思ってんの俺。センスねえやつは何やってもセンスねえ。ドカタと DJ 嫌い。いや俺は認めない。 DJ は認めない。いや石の卓球とかだったら認めるよ。要は自分で作ってる人だったら認めるけど、作ってないやつで皿回して生きってるやつはあのふざけんなっていう、うん、コンポーザーって何。コンポーザーってなんだろう。俺嫌いなんだよね。アーティストが一生懸命作ってこれがベストだっていう状態でリリースしてるのに、あいつら勝手にいじるでしょ。それが許せない。うん。いや俺は人の曲はいじらないって決めてるから。映像も嫌なの。だからマットとか、俺はマット動画ってあるでしょ、あれが DJ がやってることだと思ってんの。マット動画にクリエイティブなんかねえんだよ。人のアニメーションごちゃごちゃやって、そんなガキの遊びじゃねえんだからっていう。だからマット動画はクリエイターじゃないでしょ。いや、今から作るよ、作品。それと一緒。だから舐めんなっていう。クリエイトって、創造主って意味でしょ。創造しろよって。人のもうおもちゃにしてんじゃねえぞ、バカ野郎っていうさ。そういうのは二流がやることだから。サンプリングは別だよ。サンプリングっていうのはマイクを立ててサンプルを収集することだから、サンプリングは俺は全然違うと思う。あのクリエイトだと思うよ。で写真もサンプリングだから、音楽でいうところの絵を描くのが楽器を奏でるんだとしたら、サンプリングの作業は写真を撮るに近い。でサンプリングした曲を楽曲まで昇華させるから、俺はそれは全然ありだと思う。ただ人の曲をこねくり回すんじゃねえバカ野郎っていう。いいよね。そしたら映像やるぞ、クリエイトするぞ。今回多分3秒ぐらいの動画だけど、マジうんこちびると思うよ全員。映像自体は3秒ぐらいだけど、もう頭の中にある絵を完全に再現する。全部揃った、ワンシーン完全に再現する。素材はもう全部ある。3秒だけに全力振る。ああ、ありがとう、ありがとう。全然、あの、貧乏も楽しもうよ。金持ち、金ある人から花火もらうから、金あるときにちょうだい。金あるときに。
いや、遊びは究極だから、遊びは究極。どれ使おうかな。ポートレートを撮るとき、人物の後ろから光を当てたいですが、ホワイトバランスは暗い方がいいのでしょうか。まずバックライトを当てる意味なんだけど、バックライトをなぜ当てるのかっていうのが、輪郭を際立たせるためなんですよ。今やりますね。まずそのフィルライトっていう表向きのライトが、これが、まあ、こっちからの光源だとしましょう。このモニターの光がライトで、何バックライトを焚くと何が起こるのかっていうのをちょっとやりますね。人様に照明のね、あの説明なんだけど、これが表の光源ね。でバックライトを焚く、要はイルコ先生がよくやってるやつだから、それのことだと思うんだけど、これちょっとね、距離が難しいからちょっと待ってね。わかるかな、こういう絵を作りたいんだと思うの。ちょっと今簡易的にやるけど、こういうことでしょ。これ何のためにやるかっていうと、表の光源の感じは変わってないの、わかる？これ輪郭を際立たせるためにやるんですよ、ここの。だから厳密に言うと、ここで撮ります。もちろん距離を遠くしてバランスを整えることなんだけど、ポートレート人物がメインなんで、ここの輪郭を際立たせるんだけど、ここに撮ります。まず写真の基本は変わってないの、わかる？か、俺のこっち側の、そう、わかる？背景が明るくなってるけど、実は俺の顔色は明るくなってないでしょ。で、ホワイトバランスが、ポートレート、ホワイトバランス、ホワイトバランスは暗いとかはない。まずホワイトバランスの概念自体を間違えてる。ホワイトバランスっていうのは、黄色に寄せるかオレンジに寄せるかっていう理論なんですよ。多分、露出の話だと思うんだけど、露出。並べ替えか。並べ替え。
だからあのホワイトバランスっていうのは使ってる照明の種類によってなんで、ホワイトバランスはどうこうではないですね。伝わってるかな。露出だよね。そうそう。だから基本的には人物の、ただそれも表現の一つだから、例えばここをシルエットで真っ黒にして後ろに、後ろの風景が綺麗にするとか、そういうのもありだよ。だから答えはない。だから多分イルコさんのやりたいやつだと思うから、それは後ろからバックに当てて輪郭際立たせたいってことだと思うの。それは正面との計算だね。距離を変え、ライトの距離を変えてみたり、その風景とのバランス。でも基本的には人物ポートレートは人物の色合いを、あの露出を適正にするっていう感じ。こんばんは。周りの風景が明るすぎない方がいいっていうよりも、夜景なのか昼間なのかにもよるし、そこを表現するための俺はカメラと照明だと思ってるけど、それを表現するための照明と、なんつうの、そのために写真撮ってるんだと思う。うまい。照明技術すげえ奥深いよ。例えば俺がよくやってる、自分の個性を出したくてやってるのは、これオリジナルだけど、オリジナルだけどこういうのをやってるかな。こういう赤にするっていう、部屋を赤く染めるっていうやつをやってるよね。だ基本人物はその人物に合わせるっていうのは超鉄板中の鉄板だから。うわー、映像編集できねえじゃん。マジかよ。
レンズの周りにライトつけた、あれはあのアイリングって言って目の周りに輪っかを作るためにやってんの。それとそのカメラから照明が出るっていう一番の効果は 目に丸い輪っかを出すっていうあの撮り方をするやつなんだよ。ガンガンにガンマイク合わせますよね。あれ、はいはい、また来てね。今日撮ってきたんだけど、ソフトがエラーが出るね。なんだこれ。まあいいかな。今日撮ってきたんだけど、映画ではないよ、映像ね。なんかソフトがエラーで読み込まないね。今のやつは角川系の人たちが元々の2番号、旧2番号を追い出してるの。内部闘争だね、これは。要はまあ川上さんも角川に株売った時点でもう売り抜けてるから、もうやる気ない、正直言うと。ただ単純にやる気がない。
分かんねえ。映画撮影やってますよ。なんだこれ。意味が分かんねえな。こんばんは。カフェありがとう。そうそう、映像編集は俺が撮ったやつなんだけど、なんだこれ。だから俺喧嘩してないから、俺最初から喧嘩してないから。タトゥーをバカにしたら向こうから嫌われただけだから。基本的なところでつまずいてんな。ソフトが動かねえ。どういうこと？なんか変えたかな、設定。違う。いや、立ち上がるんすけど、なんかエラーが出て再インストールしないといけないかもしんないですね。モニタリングできなくなっちゃったんですよ。いや、なんかぶっ壊れてますね。再インストールかな。ちょっ
とよくわかんねえな。なんだこれ。どうしよう。入ったな。グレーディングできねえじゃん。どうしよう。入ったな。原因不明だわ。ソフトのアップデートではないと思うんですよね。多分再インストールしないといけないかもしれない。なんだこれ。FHD モニターができない。わかんねえな。ここでいくとなんかエラーが出てて、俺よくわかんねえから飛ばしちゃったんだよな。間違ってんのかな。今なったね。今っていうか今日から、今日おかしいなとは思ってたんだよね。でもあのファイルがぶっ壊れてると思ったけど、元使ってたデータがそうなってるから、もう完璧ソフトの方がおかしくなってることは確定。確定だわ。壊れてんだこれ。あ、おかしい。おかしいな。どうしたらいいんだろう。いや、前できてたことだからめんどくせえな。うぜえ。あー、せっかくいい素材取れたのに、くそうぜえな。再インストールか。うわ、うっぜえ、マジ。ガンない。わ、マジかよ、どうすんだよ、これ。うわ、なんかバグってるし、パソコン。困った。うぜえな。マジでうぜえ。パソコン止まった。マジでうざい、これは。いや、そういう感じの動きじゃないね。マジか、どうすっか。いや、イメージできてる時に編集したいね。いや、配信はあの
携帯でやってるから。うわうぜえ、マジでなえるわ。ガンナエだよ、ガンナエ。マジか。いいのかな。いや、俺は気に入ってるから。ループマンだから、一番下の音多分全部聞いて、これ一番気に入ったかな。覚えてはないかな。頭にあった構想が全部ぶっ飛ぶ、これ超絶うざいね。アンビエント、アンビエントがよくわかんねえな。アンビエントって何。動かねえじゃん、なんだこれ。え、どうすりゃいいんだろう。使い方わかんねえ。どういうこと、どういうこと。うわー、構想が全部ぶっ飛んでる。どうしよう、なんだこれ。あー、イライラする。何にもできねえ。環境音楽、いや PC 再起動じゃない、もう何回もやってる。うわー、バッドな負の感情がやばい。なんだこれマジで。うわー、花火5発ありがとう、匿名さん。ありがとうございます。うわー、たくさんありがとう。ナイス。グレイト。ありがとうございます。あざーす。うわー、作りてえ時に作れねえとかも、覚えてない。なんだかわかんねえから、ぶっ飛ばしちゃった、いいえとか押して。100% それが原因なんだよね。うわ、うっせえ、マジで。頭ん中にもう来てるんだよ俺、完全に絵が浮かんでんだよ。なんで、うわ出てこねえ映像。うわふざけんなよマジで。どういうことこれ。うぜえ、うわうぜえ。え、なにこれ。
然わかんねえ。いやもうなんだこれ、もう超ストレスなんだけど、どういうこと。には表示されてんじゃん、どういうことマジで、何これ。うわ映像出ねえ、トラブルシューティング。いやもうなんか根本的にソフトがぶっ壊れてるとしか思えないね。いいわ、もう詳しい人に今度聞くわ。あーイライラ半端ねえ。嘘でしょ、花火10発ありがとう。マジかよ、ありがとうございます、ありがとう。あうわ悪い、ありがとうございます。マジかよ、ありがとうございます、ありがとうございます。いや超かっこいいの撮れたのに、マジかよ、ありがとう。いや素材の、じゃあ俺の頭のイメージを説明していい？いやありがたいっす、マジでありがとうございます。どういう素材を取ってきたかなんだけど、もう素材見せるほど恥ずかしいものないよね。何がクリエイターだよっていう。ありがとうございます。いやマジで、いやでも作りたくて、久々に作りたくて、やっと頭の中にあるパーツ全部揃ったのに、なんだこれ、神様超意地悪だよマジで。もう俺ね、神様に会ったらね、一発マジでね説教かましてやるから、説教ぶちかましてやるから、神に会ったらぶん殴ってやろうと思ってんだよね。じゃあ素材としては3秒間ぐらいのシーンなんだけど、それも説明できねえからな。どうやって説明、言葉で説明するほどバカ臭いもんないもんね。なんて言えばいいのかな、ちょっと待ってね。言葉で、映像を言葉で説明するほどバカバカしいものはないんだけど、いや見せたくねえなこれ、ラットだから、素材だから。いやダメだ、言葉で説明するもんじゃない。あー超悔しい、超悔しい、ふざけんなよマジで、クソうぜえなマジで。モーション再生できんのかこれ。うわー腹立つわ。ソフト再インストールっていうかね、ああなんだよマジで、わかんねえ。じゃあ俺がさ嫌なのがさ、その来てる時に、その来るまでが大変なのに来てる時に邪魔すんじゃねえよっていう、その来てんだよこっちは、この状態作るのにどれだけ苦労すると思ってんだよっていう。いやマジで神様ほんと意地悪なんだけど、くっそうぜ、なえなえだよもうほんとに、激なえ。
あ、超へこむわ。マジかよ。うわ。いやマジでなんかイラ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 するわ。あ、これも動きがあるんだ。いやー、次の作って編集ソフトないってどういうことかって、絵の具とキャンパス取られた状態だからな。絵の具とキャンパス、いやマジでへこむわ。どうしろっつんだよこんなもん。うわマジか、どうしよう。いやもうね、パソコンもノートパソコンだから、無理っちゃ無理なことやってんだよね。何をバカなことやって、え、嘘？システムエラーファイルの？なんで？ぶっ壊れてんの？飽きてるか？え、え、え？うわぁ、超エコンわ。うん、作りたいときに作れねえってどういうことだ、本当に。ダメだ。なんか俺の今の気持ちがどういうことかっていうと、めちゃくちゃ可愛い女の子とベッドで一緒に寝てるけど、エッチはしたらダメだよみたいなわけの、そういう状況をイラッとするでしょ。わかる？めちゃくちゃ可愛い女の子とホテルに来たけど、エッチはダメだからみたいな。何？みたいな。何の意味があるのっていう、その、じゃあ何なんだよみたいな。わかる？この怒り。俺の怒りわかる？伝わった？このモヤモヤと怒り。ああ、もう寝るわって言っても寝れないみたいなさ。何なん？本当に。もう激なえだよ、激なえ。はい、ワード2。ダメだ。あかん。おかしい、こんなの。ただまあ、素材は揃ってきたかな。素材は揃ってきたね。いやー、ムカつくわマジで。ダメだ。イラタンだよ、イラタン。くそ、せっかく降りてきたのにな。超うぜ。へこむわ。
お疲れ。偽罪だよ。だから、もう言いたかないけど、金なんだって。もう言いたかないけど。腹立つわ、マジで。いや、悔しいよ、ほんとに。めちゃくちゃかっこいい。あー、腹立つわー。寝よう。なんか頭の中にあるものを俺は具現化したいだけなのに、なんでこんなにそのああ俺はただその頭の中にあるものを作りてえだけなのにな。くそ、悔しいよね。腹立つよね。なんかありがとう、花火ありがとう、特命さん、ワドツです。花火ありがとうございます。ありがとう。おー、ありがとう、ありがとうね。コムは ねえ、なんか今日すげえたくさんもらってる。ありがとうございます。こういうこの音楽が一番癒されるから、そういう時は。これだよ、これ。ねえ、ありがたいね。いや、ありがてえ、あったけえな。いや、これもカオスの音楽なんだけど、あ、俺のツイッターにあのこの前配信でやったやつ載せたよ。この前カオスの音楽聴いてすげえ元気出てツイッターにあげたんだけど、これこれTwitter見てみるといいよ、これ。へぇ、人工衛星から撮れる地球の音なんだ。へぇ、映像で遊びたいのにね。ね、この前生放送でやったんだよね。なんか広角機動隊の電脳にダイブするときみたいな映像だよね。そう。これよかったら見てみて。ツイッターにあるから。上の方にリツイートしてあるから。これ見てみて。これカオスの音楽と映像が俺で生放送でやったやつ。来てんのにな。くっそ悔しいな。なんか掴みかけたのにな。どうすっか。放送中に見た道路、あー、あれしょ、あれしょ、あれはあのストックで使ってて、そう、ストックフッテージで持ってるね。あるよ、あるある。あれはあれはあれも リツイートしとこうか。まだあるかな。あれもリツイートしておくわ。じゃあ
メディア。あれはどこだったかな。だいぶ前だったと思うけど。新宿のね、人がシルエットで過ぎ去っていくやつね。これだ。それもリツイートしておくわ。いや、マジで、ダメだ。寝よ。チルアウトする方法は今俺にはその手段がないからね。のんちゃんだけが俺のことをチルアウトすることができたんだけど、もう俺はチルアウトができないから。寝よ。寝るぞ。寝よ。もうダメだ。こういう時はね、もうね、ドラゴンクエスト星のモンスターズやるしかない。寝よ寝よ。そうだよ、地下のほど、そうそうそう、ライトがさ、壁がライトになってるさ、地下のほどあるでしょ。あそこ。で、通勤ラッシュの時間帯に座り込んで、で、逆光で撮ったの。なんかその雑踏感を出したくて、その俺のその作品のテーマが、その大衆との戦いつうか普通との戦いだから、その自分の映像のテーマが普通と普通じゃない人の対比を描きたくて、で普通っていうものを憎んでる描写っていうか、そのがストックフッテージって言って素材でいっぱい欲しいのね。そのなんかこうなんていうの、群衆っていうのかな、そのなんつ俺が言ってる人間たちだよね。人間たちのその虚無感を表現したいっていうか、そこの対比で普通じゃないやつの苦しみを描きたいの。そう、あの道いいよ、すごくすごくいいよ。なんつうんだろうか、普通の大衆、普通って呼ばれてる人たち、人間と人間じゃないやつの戦いっつうか、いやいや、もう大変だよ、めちゃめちゃ。白い目どころじゃないよ、もう本当に。いやもうね、はっきり言ってね、あのカメラマンはね、気違いじゃないとダメだよ。要は俺思ったの、あの映像撮った時に初めて個性が出たと思ってて、あのもうね、綺麗な写真を撮ろうとしてたの、ずっと綺麗な映像で自分でしっくり来なかったの。これは俺の腕じゃなくてカメラの性能だっていうことに気がついてたから。でもちょっと待ってて、なんか、あそこに座り込んだ時に、作家性みたいなものが出て、要は、プロの普通の学校とか、その、なんだろう。じゃあ、あそこに座り込めないんだよ。要はなんか、許可がどうとか、マナーがどうとか、俺は、あそこに座り込むことができんの。ずうずうしくて、野蛮人だから。あの時にね、俺はね、もうね、ずうずうしく映像のためなら、ずうずうしくやろうと思ったね。もちろんマナー、最低限のマナーは守るけど、いい映像を撮るためだったら、もう怒られようっていう覚悟ができた。怒られながら撮ろうっていう。
しかもね、何がいいかっていうと、あの映像の何がいいかっていうと、通勤ラッシュで片方一方方向に人が進むの。それがすごく気づかされた。普通だったら、普通の時間帯だったら右と左に交差する人になっちゃうの。違くて一方的に行くっていうのがその良くて、あれ真夜中の時間で主人公を逆から対比で一人で歩かせたら、そのストーリーが成立するの。大衆がバーッと左から右にバーバーッと流れていくのを、ゆっくりと主人公が今度シルエットじゃなくてこっち側に歩いていくと、そう、あの一方方向感がすごくいいんだよ。大衆感っていうか、その洗脳されてる感じが出てるんだよね。そう、いや現場はこんな忙しい時間帯にこのお兄ちゃん何やってるのだよね。掃除のおじさんが白い目で見てるっていうね。お兄ちゃん何やってるんだいみたいな。ひたすらもう心を無にしながら30分ぐらいシャッター切ってた。カシャッ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 つって、そう、もう無だよね。カシャッカシャッ、近づくなオーラ全開に出して、気違いオーラ全開に出して、話しかけたらお前ブチ切れるかんなみたいな、もうカシャッ、そこ空気だよね。あの声かけさせないっていう空気を出してやったよ。なんかたまにねクソみたいなねやつがいるんだよ。なんかね、そのクソみたいなやつは変なことだと変なやつだって思われ、どう変なやつかなんだよね。そう、そう。でもその時にね、なんかね、その一番最初にカメラで教わったことなんだけど、被写体との距離感っていうことを教わったわね。カメラは被写体との距離感だっていうことが一番最初に教わったことで、実はカメラのテクニックじゃないっていう、写真家たるゆえんとか、映像が映像たるゆえんって。要は、その、被写体がいるじゃん。人が。人とか物でもいい、何でもいいんだけど、撮りたいものがあって、そことの距離感がカメラマンの腕なんだって。どの距離感で撮るか。近づきすぎる人もいるし、遠すぎる人もいるの。でも、その、プロたる距離感があるんだっていう、その作家の距離感があるっていうか、その距離感をどこに置くかが、その映像とか写真をやる人のセンスなんだって。要は、その、切り取り方っていうのかな。どこの距離で撮るかっていう。で、やっぱドキュメンタリーやってた人も同じことを言ってたね。被写体との関係性をどう作るのかっていう。そう。だから映像を撮るまでに半年かけるとか余裕でやるんだって。その欲しい絵が撮れるまでカメラを回してるんだけど、実は回してないみたいな。それはすごいよね、やっぱ。そのカメラが違和感がなくなるまでそれをやるとか、ドキュメンタリーの人は。あ、もう気違いだよ、みんな。その映像をやってる人とか、カメラやってる人とか、まともな感性じゃないよね。奇人変人当たり前だからね。それそうだよな。面白くないやつが面白い映像撮れるわけないもんね。面白くない人間は面白くない映像ができるだけじゃん。で、面白い人間は面白い映像が撮れるってだけだもん。やっぱ奇人変人だよ。
ス信号、うん、あ、電波不安定になってた。いや、なんかね、閲覧がグラグラしてたから、多分ね、全体的にふわっちのサーバーが落ちかけたんだと思う。みんな同時だと思うよ。明らかに閲覧がね、50に、70から一気に減ったりとかしたから、これね、ふわっちのね、サーバーエラーだと思う、多分。みんなも同じこと言うと思うよ。くるくるしてたとか。多分、ふわっち全体、今日ね、結構不安定。多分カオスだけじゃないと思うよ。みんなもそうなんだと思う。くる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 が続いたんだと思う。カクカクしてたでしょ。うん。だからふわっちダメだよ、もうこういうところ。もう根本的なところ直さないといけないのに、もう、なんつうの。大前提のやるべきことができてないの。もう、あの、なんだろう。もう、売上高ナンバー3のサイトだっていう自覚を持たないとダメだよね、運営陣は。だって、来てるサイトなんだからさ。もう、サーバーグラグラ。本当に、やばい。あの、ツイキャスがなんで、みんな人が集まるかっつったら、サーバーが強いからだもん。YouTube、もう、根本なんだって。サーバーがダウンしないっていうことって根本的な問題だからネットの。閲覧ですぐわかるもんね。コメントが変な止まり方したりとか。いや、配信やってる方もリスナーさんも萎えるんだよ、これって。要は、あの、一回さ、心を温めてトークが走ってる時にコメント止まって閲覧ガクッと下がって、で、見てる方は、リスナーさん側だと映像が止まって何も聞こえないとかさ、要はお互いのさ、感性がピタって止まるわけじゃん。うん。ダメなんだよね。これはね、配信サイトで言ったらもう放送事故連発させるようなもんだから、これはね、稼いだ分投資に回さないとダメだよ。大金つぎ込んで優秀なエンジニア抱えないとダメ。年収2000万とかで雇わないと。会社の社員の内部に入れないとダメ。システム開発できる人。要は SE とかね、システムエンジニアとかを、要は、発給で使い倒そうとするからこういうことになるんだよ。なえるなえる。要はね、優秀な技術者に金、ちゃんと払って囲い込まないと、中国とか韓国とかインドとかにどんどん取られてくんだからね、日本の技術者が。で、人に金を、優秀な人間に金をつぎ込まないと、結局ね、自滅するだけなんだよ。長い目で見たら。日本はね、そういうのしっかりやってた国なのに。もう人のことをね、ないがしろにするからね、全部自分に返ってくるんだよ。ワンデイレクレーションブームの時、サーバー吹っ飛びまくったから強化した。ワンデイレクレーションブームっていうのがわかんねえな。うん。いや、これはね、ふわっち、ほんと、学んでほしいな、ほんと。好きなサイトだから、やっぱりね、この弱さは、もう、ていうか、これが嫌で離れてく人多いかんね。その配信サイトとして機能してないって。ていうか、なんだっけ、アイテム禁止枠とかもさ、のりゆきさんが言ってて、提案してて、導入したとか言ってたけど、結局、のりゆきさんも、ふわっち来なかったし、誰もやらなかったよね、あの機能。なんだっけ?アイテム禁止枠。誰もやらない。あんなのやるべきじゃないんだよ。な、石川のりゆきの顔なんか立てなくていいんだよ。こび打って、尻尾打って。バカみたいで、あんなシステム開発するぐらいでサーバー強化した方がいい。堂々とこじればいいんだよ、運営も。うちは有料課金サイトですって。
ただそのやっぱりツイキャスとかそういうところの強さみたいなものは学んでいかないと、もうコラボ配信で切れるとかこういうサーバーが落ちるとかはもうはっきり言ってアイテム投げてる人に対しても侮辱だからね。本当に儲かることは俺はいいことだと思ってるけど、儲かったらやっぱ還元しないとダメなんだ。あぐらかいたサイトはもう終わるかんね。もう寝ようかなとか思ってサータン、イギリスのアイドルグループのファンが盗撮配信で5000人とかバンバン動いた。へえ、すごいね。まあこれはダメだよな、ちょっとな。もう寝ようかなと思って、明日ねちょっと現場仕事があって、ちょっと現場入るからさ、もう寝よう。いやー超なえたな、超なえた。バイオリンなかなか美しい音が出なくて何線です、屈線。うん、バイオリンやるんだサータン、お嬢様だね。サータンめちゃめちゃエロかったな、なんか。バイオリンやるんだ。一回だけ弾いたことあるけど、あ、二年目なんだ。いや、バイオリンはすごいよ、あれ。あのさ、骨伝導で顎でこうやってクリップしてさ、弾くじゃん。一回友達に弾かせてもらったんだけど、超ハマるよね。あの、骨に響いて、そのバイオリン自体の音が体に共鳴するの。耳に近いところですごい響くの。バイオリンはすげえいい。もう体が音になるみたいな感覚があって。ただもう最悪な音出たらもう最悪だよね。あ、復帰してるんだ。お嬢様オーラ、の、そうそう、脳にね、ガツンってくるよね。いい音色が出た時もう、あれいっちゃうよ、多分。マジでカオスもあれだね。なんか育ちいいよね、なんか、幼少期。いやだよね、結局ね、人間三つ子の魂100までっていうけどね、やっぱね3歳ぐらいまでのそのなんつうの、人格の形成、要はその無意識みたいな領域を作るっていうのかな、すげえ大事だよね。俺やっぱりその教育とかさ、人格形成にその幼少期の体験とか絶対絶対影響かなりあると思うもん。あ、だろうね。もう行っちゃうよね、多分。親ピアニストだったんだ。あ、じゃあ、そっから引き継いでるのかもね。なんかセンスっていうか感覚的な問題。なんなんだろう。センスって何なんだろうな。のりこさんにひよこもらったの。そうなんだ。あれは、のんちゃん凶暴だから。あの、完全にサータンロックオンされてるから。そう。サータンと俺がサータンに手を出さないようにね、のりこがロックオンしてる。まあでもね、俺はね、あの、昔からね、特殊能力を持っててね、あの、脈がある女と脈がない女がね、一瞬で分かるっていう、あの、特殊能力を持っててね、サータンは絶対俺のこと相手にしないっていうオーラが半端じゃなかったからね、俺は脈のない女にアプローチかけるほど無駄なことはないと思ってるから。あ、なんで分かったの？なんで分かったの、サータン。のんちゃん絵描きだよ。4歳から14歳までは無理やりピアノ弾かされてた。
へえ。あ、だから音楽的な理論というか感覚で分かるのか。あ、14歳でグレたんだ。もう定番というか、まああるあるだよね。話しましたよバーで。え、ああ俺が話してたってこと。うん、あ、そうか。俺基本的に話したこともう5秒後には忘れてる男だからさ。うん、俺はね、もう今しか認識できないから、過去のことと未来のことは考えないようにしてるんだよ。喋りたいこと喋って終わり。うん、そう、全然覚えてない。自分が何喋ったとか何話したとか、まるで関心がない。楽しきゃいいじゃんのノリだから。明日トレーニングやってから行こう。仕事何時に起きようかな。明日は目覚ましだなこれ。私も絵が好きで、アンティークの宗教画。へえ。へえ。アンティークの宗教画。絵はかっこいいよな。絵描けるっつうのはかっこいいよな。いやーマジで動画作りたい。動画を作りたい。悔しすぎる。まあいいや、そろそろ寝ます。みんなありがとう。たくさん花火くれた人ありがとうございます。本当に感謝です。またね、明日夜配信すると思うんで、夜っつうか夕方かな。ぜひまた遊びに来てください。明日ちょっとね、朝からっていうか、朝多分ロードワーク配信やって、起きたらロードワークやって、で、そっからちょっと仕事に行っちゃうんで、夕方から配信します。ぜひぜひ皆さんフォローよろしくお願いします。それじゃあ皆さんお疲れ様です。おやすみなさい。おつです。